はい、オーディエンスの皆様こんにちは、神様が足で作った人間第1号一ノ瀬隼人でございます。決まりました。さあ、前回こちらデラックスレーザーレイズライザーを紹介したんですけども、はい、続いてはこちらでございます。デラックスレイズライザーベルト&レイズライザーカードセット。対象年齢3歳以上、ギリギリセーフ。私からしたらどうしてこれをセットにしなかったんだろう、どうして別々にしたんだろうか。なんだこれ。はい、レイズライザーカードで変身。今回はジーン、ベロバ、ケケラ、そしてキューンのこの4人がつけていたこのベルト、そしてさらにケケラとキューンのレイズライザーカードが2枚がついてくるセット。裏には遊び方、今のサイト見たんだけど、このジーンのスペック見たんだけど、身長約2メートルあるんだけど、でかくね。では早速こちらを開けていく前に、今回もいただきました。ふぁー、オルナミンセイセット。前回もいただいたんだけど、ちょっといつかそのサポーターに会いたいな。 Get ready for 一ノ瀬 and オルナミンセイ。ああ、元気熱々ですよ。 Ready fight。 それでは開けていきましょう。イデオレイズライザーベルト、はい、オープン。嘘？うわうわパッと見でわかるよね。これだけ買っても完成しないよみたいなセット。さあ、まずは毎度おなじみベルト止め。また増えましたね。そしてベルト帯。するするする。ベルト帯の方は特にデザインが入っていないやつ。これがなんだ？あ、あれか。これがレイズバックルホルダー。あ、形一緒か。形の方はデザイアドライバーについていたものと一緒。そしてこちらがレイズライザーベルト本体。なあ、ちょっと申し訳ない。これは値段にしてはなかなかだぞ、これ。まあ、特にここになんかセットするわけでもないからね。本当にもう飾りですよ。裏面はこのベルト帯を通すタイプのやつ。そして最後はレイズライザーカード2枚。これなんかしなきゃ2つに分かれてるな。まずはケケラ守る。これに関しては特に角度を変えずに、もうこのままの状態でケケラのお顔のデザインで、ケケラがサポートしているのは、そう、守るじゃなくて、タイクーン。裏面にはタイクーンのライダースクエスト。こちらもあのベロバと同様、色合いが非常に似ている感じ。となると、このジーンとギーツのこの色合いが全然合ってないのはこれなんだろうか。そして最後は、キューンのレイズライザーカード。このカードに関して、これ縦にすると、キューンの顔のデザイン。確かにライオンっぽい顔。そしてこの、キューンがサポートしている人物は、そう、ナーゴ。真ん中にはナーゴのライダースクエスト。こちらも色合いが似てるね。はい、ベルトつけました。いや、真っ黒。で、ホルダーはみんなから見て左側。レーザーレイズライザーをここにセットすれば、おは、来た。しかもこれ着ている服の色がもう完全にもうジーンですよ。さあ、それでは聞いていただきましょう。小林明さんで、明のジーンと来ちゃうぜ。チャッ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 チャーラ、おいらは近頃気にいぐらす。知らないお友達はお父さんとお母さんに聞いてください。そう、ジーンがこう、ふわっと。ああ、いいね、今の。いいね、このジャケットプレイ。パン。まずはケケラ。はい、LED は緑に発光。変身。これで仮面ライダーケケラに変身。ケケラセット。レーザーオン、ケケラローディング、レディーファイト。カエルだからもうちょっとあの、ゲーコゲーコって言ってほしかったな。そしてお次はキューン。で、LED は黄色に発光。これで仮面ライダーキューンに変身。
なんかすごくドラマティックな音。ドラマティックに行きましょう。ただいま平成が入ってしまいました。大変申し訳ございませんでした。じゃあ最後やりますか、じゃあ。そうだ、これ持ち方あるんだよね。ちょっと小指をちょっとこうするんでしょ。あ、ダブルドライバーの持ち方をちょっと意識してこう持ってるんでしょ。さすが福さん。多分こんな感じだよね。で、外して、変身。危ない。じゃあお次はベロバ。変身。そしてケケラ。変身。無視、核に狩り、開始、ずっとでって。あ、今思った。五円玉。マモちゃん。そして最後は、キュー。変身。ガオ。はい、ということで今回はデラックスレイズライザーベルト&レイズライザーカードセットを紹介しました。まあ、今回このレイズライザーカード2枚付属していて、ケケラとキューンの変身遊びができました。まあ、ぶっちゃけこれなくてもまあできっちゃできるんだけどね。ただちょっと今回このベルトの方がなかなか、本当これのおまけに近いよ。これやっぱレイザーとセットの方が良かったな。まあバンダイさんもなんか色々理由があるんでしょう。だがこのレイザーはまだ終わりではない。これがあるからな。これとの連動があるからね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。以上、一ノ瀬隼人でございました。また次の動画でお会いいたしましょう。